科学のお姉さん五十嵐美希です。そしてアナヒコです。お願いします。お願いします。先生、はい、今日は何をやるのかな。今日は水に浮かぶ野菜と浮かばない野菜について調べてみたいと思います。え、野菜を使って。そう、野菜。どうもお待たせ、野菜持ってきたよ。おお、お兄ちゃん。どうも、野菜ソムリエのアナジロです。いやいや、初めて初耳だわ。よかった。はい、ご苦労様です。どうもどうもどうも。はい、ご苦労様です。はいはいはい、で、先生、じゃあまたよろしくお願いします。はいはい、こら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 、帰らすな。あ、戻ってきちゃった。持ってきたんだよ、ちゃんと。ありがとう、うん、どういたしまして。ありがとう。先生、はい、この野菜が浮いたりするものと浮かばなかったりするものがあるんです。そうなんだ。どれがどうなんだろうな。ない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 、全部浮かびます。お兄ちゃん、浮かびません。どっち、お兄ちゃん何。全部浮かびません。全部浮かばない。はい、野菜重いですから、これ。ああ、浮かばないですから。いや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 、ああ、絶対浮かばない。よし、アナジロさん、浮かばない。浮かばないよ。絶対浮かばないから。アナジロさんが浮いてます。絶対浮かばないから、これは。アナジロさんが浮いてます。もう浮いてます。あたす、あたすだよ、お前。あたす、あたすが浮いてんだよ。あたすが浮いてた。もうそこそこ途中から、中盤から気づいてたら浮いてるのも。そうそう。で、この野菜をじゃあ実際浮かぶか浮かばないか実験してみるということで。そう、アナジロさんのように浮くか。うまい。俺を食べるんじゃないよ。今の浮いてるアナジロを食べるんじゃないよ。もう本当に浮くものがあるから。はいはいはい、それを調べてみたいと思います。オッケー、やってみよっか。やっちゃうよ。じゃあ、うん、はい、ナコくんも一緒に、せーの、レッツサイエンス、ピノキオ。それでは早速やっていきましょう。へいへいへい。まずはお二人に予想してもらいます。へいへいへい。はいはいはい。どうぞ。まずはじゃん、キュウリです。へいへいへい。キュウリです。おお。さあ、このキュウリは水に浮くか浮かないか、どっちでしょうか。いや先生、キュウリは浮かないと思いますよ。はい、キュウリね。すごいね、でかいね。大きいですね。これさ、こんなんさ、こう頭に乗っちゃってさ、ちょんまげみたいだね。こんなこと言ったってね。先生、分かんないよね。やってみましょう。あとさ、これさ、こういうのあんじゃん。はい、こういうのこうやったらモザイクっつって。じゃあ一緒に入れていきたいと思います。はい、入れますよ。せーの。あ、お、お、え、なんと、なんと浮くんです。浮くんでした。え、嘘、浮くんですか。ちゃんと見ろ、ちゃんと見ろ。いや、キュウリ浮くの、先生。浮くんですよ。嘘、浮いてる。わー、予想外れたわ。外れたね、アナヒくん。くそ、意外だよね。意外、なんかちょっと本当意外ですよね。先生は写していい人だから。先生は自分隠せ、自分は。あ、そうですね。はい、ということでキュウリは浮く。浮く。はい、はい、すごい。続きも自分が浮いちゃってるけどね。ね、浮いてる、浮いてる。ぷかぷか浮いちゃってる。続いてはじゃん、こちら人参。人参、どっちでしょうか。はいはいはい、先生、人参ですね。はい、人参も浮かないでしょ。浮かない。いや、ただベータカロチンよ。うん、だからどっちだよ。浮くか浮かないか聞いてるんだよ。まあ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 、人参か。なんで手元に全部あるんだ。人参っつったらやっぱさ、俺さ、よく子供の頃やんなかったよ。こう、何を、ここにつけてさ、ユニコーンなっつっちゃってね。あ、やめろってね、うん。あとさ、こうやってさ、こう吹いてさ、ハーモニカみたいなこと言ってたよね、よくね、うん。いや、違うの、ハーモニカじゃねえよ、これベータカロチンの人参だよ。なるほど。バカみたいに言ってたよね。うん、もう一個あるんじゃない、人参。なんかもう一個あるよね。もう一個、そう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 。カッ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 カってやってさ、何も出ないよね。じゃあ先生、ね、早速やってみましょう。はい、そうだね。ね、お姉さんもカッカッカって食べてたから。実際、ああ、うさぎちゃんね。もう本当にこれ食べてたから。可愛いね。可愛い。ね、本当に。ね。行こう。行こうか。うん。はい。じゃあ浮かないと予想しました。ちょっと涙が出てくるから早く。早く入れよっか。はい、じゃあ人参入れてみます。いきます。はい。お、これは浮かなかったですね。沈むんでーす。はい、ということで正解しましたね、これは。正解だったね、アナヒコ君。素晴らしい。沈みました。本当ですか。ちゃんと直視しろよ。見ろ見ろ見ろ。本当に沈んでるから。すいません、ちょっと待って、見えないんですけど。自分のせいだ。ベータカロチンって見えないんですけど。お前のさじ加減だわ、本当に。じゃあ、人参は沈むと。沈むということでね。はい。はい。じゃん、
じゃがいもです。じゃがいもか。じゃがいもはどっちでしょうか。これはもう沈みます。じゃがいもっつったら紫でんぷんだよね。うん、まあまあ詳しいけど、どうしたの。あれ俺のところに2個あったよ。ちょうどなんで2個あったんだろうね。うん、なんで2個。これがさ、こんなのさ、よくさ頭のとここうやって言ってさ、おうおう、ミッキーとかやってたよね。よくね。やらねえわ。ミッキーだよ。やらねえわ、そんなこと。本当にで、あとこうやってね、あの顔こうやってね、じゃがいも三兄弟なんつっちゃってね、 お前真ん中の弟かみたいな。どっちだよ。真ん中の弟かって、ね、真ん中の弟ってのは何喋ってるか分かんないけど、ね、浮く浮かないの話を聞いてるんだよ。ああ、そうなんすね。ずっとあんたが浮いてるんだよ。ふわふわしてたね。浮いてちゃうのね。うんうん、だね。じゃあ試してみましょうか、はい、どのじゃがいも入れる。じゃあここのじゃがいも入れてもらっていいかな。バカ野郎つって顔だよこれは、はい、じゃあこれ入れてみたいと思います。はい、いきます。はい、はい、沈みました。いや、至福の顔してるけど、なんで。いや、僕も沈んでる。じゃがいもとともにね、うん、沈んじゃったか。うん、あれ、なんか先生、これは腑に落ちないのかな。沈んじゃったかと思って。あれ、腑に落ち、アナジロさん浮いてるのに。なるほど。じゃがいもがね、ヒューンって沈む。違う違う、俺の気持ちは今相当沈んでるからね。あ、本当。じゃあいいのかな、うん、浮いてないから今。なるほど。むしろ存在だけね。じゃあみんなもそうやって。存在だけで、おかしいでしょ。存在だけでって兄貴だぞお前の。おかしいでしょうよ。先生、これは沈みました。はい、沈みました、はい、最後は、はい、じゃん、トマトです。トマト、トマト、これはどっちでしょうか、はいはい、 はい、 はい、 いや、まあ沈むんじゃないかな。いや、沈むでしょこれは、うん、あれ、はい、俺さっきまで全部手元にフルーツ用意してたじゃん。野菜だ、どうしたの。いや、もう食べちゃいましたよ。食べちゃったの。トマトがない。いや、もうだってさ、なんで食べた。どんどんボケろボケろってさ、周りのスタッフが言うのよ。俺もう辛くてよ。辛くて、そんなってのはさ、なくした方がいいと思ってさ、リコピンが足りなかったから。あー、もうじゃあ食べちゃったの。ごめんなさいね、ちょっとごめんなさい。これ諸事情ですよ。諸事情ですね。いろんな諸事情でね、うん、あ、そうか、トマトなくなっちゃったのか、うん、なくなってホッとするな。ということで、じゃあ先生、はい、じゃあトマト入れてみたいと思います。はい、いきまーす。タイミング。ちゃんと見ててね、うん、見ててね、見てる。いくよ。浮くか浮かないからね。せーの、お、うわ、浮いた。浮いた。ちょっとあれあれ、浮いて沈んだ。いやいや、でも浮いてきたよ、また。浮いほら、いや、でも浮いて沈んだ。いや、浮いてる浮いてる。浮いて沈んだ。浮いて沈んだ。まさにアナジロお兄ちゃん。いや、うまいこと言ってるけど、うまいこと言ってないからね。ああ、そうです。トマト、え、これはなんで浮きそうで浮かなかったね。ねえ、浮いたり浮かなかったり。でもちょっと浮いてるの、ね、ちょっと浮いてるんだね。あの、地面についてないんだ。あ、そっか、ちょっと浮いてる。こんな面白いね。ちょっと面白いね、これは、ね、え、ついてる、ついてないでしょ。ついてる、ついてる。え、これ浮いてるの。あ、確かに。え、ついてないんだよ。いや、ついてますよ。いや、ついてないのよ。え、ついてる、ついてる。ほんと、ほんとについてないって。え、ついてるって。ついてない、ほんとほんとについてないって、ほら。え、ついてる。ごめんな、ごめんな。浮いてるよね。いや、先生、はい、最初トマトは浮いてたように見えたけど、最後沈んじゃったけど、ね、浮いて沈んだりこれはどういうことなのかな。してたよね、そう、トマトね、本当はね、浮くはずなんだけど、今回は身がね、ちょっと詰まってたりとかして、うん、まあ、沈んだってことも考えられる。すごい面白いね。はいはい、なるほど。本当は浮かぶはずだったんだね。じゃあ、そう、でも最初浮いたじゃない。はいはいはい、最初浮いてきてまた沈む、はいはいはい、これすごい面白くない。面白いね。何なんだろうと思ってね。さっきとさ、あのじゃがいもとかの性質全然違うからさ、うん、ね、動きが全然違った、うん、面白かった、まあ、すごいよく見てたね、うんうん、そう、まさにそれがすごい科学でも面白いところです、うん、いや、先生、はい、野菜が浮いたり沈んだりしたけど、はい、これはどういう原理なのかな。それはね、野菜の中に空気がたくさん含まれるものは水に浮き、そうでないものは沈みます。野菜が地上で育ったり空洞が大きいものは空気が多く含まれるので浮く傾向があります。なるほど、そういうことだったのね。はい、あー、面白いね、野菜って面白いよね。なんかそんな普段はね、考えないけど、ね、そういう目線で見ると野菜も面白いよね。いや、新しい発見がすごいできました、はい、
いや一言も喋ってないけど穴次郎兄ちゃん、あんたふざけ倒してたけどどうだったの？いろいろあったんでしょうね、野菜でね。あ、うん、あなたもいろいろあったんだろうね。ちょっと元気なくなってるからね。浮き沈みが激しいからね。今回ね、もうろれつも回ってないけども。浮き沈みね、うん。でもいい勉強になったね。いや本当勉強になった、いい。本当に、うん、よかった。キュウリは、水分を取れるっていう。いやキュウリは浮くね。そうだね、水分もあるけど、うん、あるんだけど。うん、浮く、なるほどですね、オッケーです。学んだ、ちゃんとアンダースタンド。やったー、オッケー。これみんなもね、いろんな野菜で試してみたりとかしても面白いかもしれないですね。うん、キャロットとかね、はい、人参だよ。今やったしさ、普通に日本語で言え。まあまあ、ワールドワイドですからこれは。はい、ね、ハローね。ハロー。はい、じゃあキュウリはキャロット。人参だよ、もうキャロットしか知らねえだろこれも、本当に。ということで、はい、はい、またいろんなのをね、皆さんも試していただけたらなと思います。そうですね、みんなもぜひ台所とかでお試しください。はい、それじゃあまたね、バイバイ、ハロー、バイバイ、バイバイ。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったらぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。